Stand up, make friends, please. As a member of the Hende High School Debate Tournament, I hereby declare that I strive to develop my integrity as I work with others to inquire into the wisdom and skills of debate. I pledge to collaborate in a spirit of fair play to make the tournament a success. More than double, I pledge to respect and make friends with fellow members.市街地の一角に蔵造りの建物が立ち並び、江戸時代の面影を色濃く残す埼玉県川越市。2017年12月16日、川越市にある東京国際大学に全国から選び抜かれた高校生たちが自信と誇りを胸に集まってきました。2日間にわたり第12回全国高校生英語ディベート大会が開催されたのです。全国高校生英語ディベート大会とは、一般社団法人全国高校英語ディベート連盟主催、文部科学省講演 GTEC 特別協賛で行われる英語によるディベートの全国大会です。コミュニケーション能力と多角的な視点、論理的思考力の育成を目的として、毎年全国の異なる場所で開かれています。ディベートとは、事前に与えられた論題に対して肯定側と否定側に分かれ議論を展開。示されたお互いの論点を確認し合いながら、どちらがより説得力のある議論を展開できたかをおよそ40分で競う競技です。肯定側に回るか否定側に回るかは試合ごとに変わります。どちら側に回っても対応できるように準備をしておかなければなりません。中学校の時にもう ESS 英語クラブに入ってたんですけど、もっと自分の英語の力を伸ばしたいなって思ったので、なんか私水泳もともとやってて、今もやってるんですけど、チームプレイをあんまりしたことがなくて、語学部英語でディベートすることで、友達となんか助け合いながら、なんかその何だろう、一緒に頑張っていくってことがすごい楽しいです。私にとってはデータ調べとか、その自分が使ってるデータの内容とかを英語に直してることでもすごく楽しく感じてますし、その相手とコミュニケーションをするっていうことが、結構私人と話すの苦手なんですけど、ディベートを通してだったら話すことができるので、それが楽しいところです。まずは立論、自分たちのチームの主張を発表します。次に質疑応答、相手側の立論に質問し論点を明らかにします。そしてアタック、相手側の立論の問題点を指摘します。さらにディフェンス、相手側からのアタックに反論を行います。最後に試合を振り返って総括を述べます。ディベートの評価のポイントは議論の中身です。相手の主張と比較しながら、自らの立論の重要性をいかにジャッジにアピールできるかが大きなポイントなのです。リーディング、リスニング、スピーキング、ライティングの4技能すべてをフル稼働させ試合に臨みます。英語ディベートとは、チームの作戦と連携プレーが重要な鍵を握る究極の知的スポーツなのです。やっぱりディベートっていうのはクリティカルシンキング、やっぱり自分の思ってないことでもやっぱり言わないといけないので、やっぱりそのロジカリーに考える
その力が身についたのでとても良かったと思います。あ、自分がジャッジをどういう風に言ったら納得してもらえるかとか、あと相手のコンストを、全部なんていうの、この潰すっていう形とあれなんですけど、あ、成り立たないようにさせるにはどういうデータをどういう風に言えばいいのかなっていう、使いデータの使い方とか言い方によって勝敗が大きく変わるところがすごい面白くて好きです。やっぱいろいろその論理的に考えれるようになって、例えばその、英作文とか書くときもその理由をこうちゃんと段階踏んで書けるようになったりとか、少しだけですけど即興力もついたと思います。競技の合間には本気で競い合った者同士だからこそ分かち合える心の交流、メイクフレンズ。学生時代の忘れられない思い出の一つとして生徒たちの胸にしっかりと刻み込まれます。はい、チーズ。とても素晴らしい大会ですね。昨年までももちろん素晴らしかったんですけども、今年はですね、議論の中身もそうですけども、話し方という点でとても進歩しているというふうに思います。お互いの話をちゃんと聞いて、それに対してちゃんと答えているということなんですね。特にですね、今回気づいたのはアドバンテージ、ディスアドバンテージという、議論のラベルとか見出しといいますけども、それについてはですね、今まで通りもちろん分かりやすいものがついているんですけども、それプラスですね、プロセスとかインポータンスとかいう小論点の部分ですね、ここにも見出しをつけてくれているチームが徐々にですけども増えてきていると。審判としてはですね、何のことを言いたいのかを先に言ってもらわないと、急に証拠資料から始まったりすると、これは何の議論なのかっていうことがよくわからないんですけども、今回の場合には小論点にもラベルをつけてくださっているチームがあるので非常に聞き取りやすいということですね。それと、ディベートにおいては証拠資料が重要になってくるわけですけども、その中に数字が出てきますよね。その数字が勝敗を分けるケースも結構あるんですね。で、その数字、重要なものについては2度繰り返しているチームがあります。こういうようなですね、工夫があって、ちゃんと自分たちの考え、あるいは資料をジャッジの方、そして相手に理解してもらいたいっていう配慮があるっていう点がですね、素晴らしいなというふうに思いました。いずれにしてもこれから高校生が大学生になって大人になっていく中で、スピーキングの力は非常に重要になってきますので、こういう大会を通してですね、日本の高校生がさらに英語のスピーキング力を上げてもらいたいと思います。前からですね、やっぱりきちんと応答あるいはやり取りをするということが大事だというコンセプトの中で、あまりにも早いとか、あまりにも乱暴なやり方っていうのは望ましくないということで、いろいろと全国の先生方とこう指導を重ねてきた結果ですね、とても音がきれいな音になってきたっていうのは多くの先生方がコメントとして、されていました。ですから音自体は非常にきれいになってきているんですが、ただやはりやっぱりディベートなので勝ちに入っていくとどうしても速くなっていくっていう、そうするとエビデンスを示す示し方も少しこの乱暴になったり、あるいは小さい文字で示したりという全体的なですね、ところからするとまだまだ頑張らなきゃいけないところはあるんですが、でも回を重ねるに従ってとてもいい大会になってきて、子どもたちも本当にいい試合ができるようになってきたというふうに思います。これからですね、新しい学習指導要領も出まして、思考力だとか判断力とか、表現力といったようなですね、知識の習得にとどまらないでくださいというメッセージが出てきていますので、そういう意味では本ディベートがですね、いろいろな形で、資料を提示したり、相手の言うことをきちんと聞いたり、あるいは自分の考えを述べたりといった、そういう新しい学習指導要領の
方向性にマッチする仕事がですね、どんどん深まっていくのではないかなという期待を持っているところです。本当に2日間みんなよくやったと思いますよ。ありがとうございました。2日間にわたる熱い戦いが幕を閉じました。第12回大会の優勝校は地元埼玉の私立浦和高等学校。優勝校の私立浦和高等学校には文部科学大臣賞が贈られ、さらに同校は世界大会への出場権も獲得しました。準優勝は栃木県の県立宇都宮東高等学校が勝ち取りました。とにかくもう信じられない気持ちでいっぱいなんですけど、今までやってきた努力とかみんなが協力してきたものが全部出たので、すごいそれが良かったし、もういろんな人に支えていただいた方にもう感謝の気持ちでいっぱいです。みんなで力を合わせて決めてきたこととかを着実にやっぱり成果を発揮できたことが勝ちにつながったんだと思います。アカデミックのディベートだと特にこう試合の前にたくさん準備しなくちゃいけないんですけど、自分が準備したことがとか、あとは友達と何かやったことがこう結果に結びついた時の達成感が一番楽しかったことです。いい、感謝の気持ちでいっぱいです。チームメイトだけじゃなくて先生とかにもたくさん協力やサポートしてもらったので、すごいお礼が言いたいです。1日目の交流会の時になんかすごいたくさん声をかけていただいて、結構友達になることはできたなと思います。はい、僕たちの戦いはここで終わりじゃなくて、国際大会世界大会も待ってるので、これからよりすごいディベートをできるようにこれからも精進していきたいと思います。ありがとうございました。今回の12回大会は実は2度目の埼玉県での開催です。会場も前回と同じ東京国際大学なんですが、キャンパス全体もさらに美しくなっただけじゃなくて、埼玉の主催の先生方がさらにチームワークを増して、しかも長期間にわたっていろんな先生方を交えながら、全国の生徒さんがどれだけ濃密な体験ができるかということに心を砕いてくださって、素晴らしい大会になったと思います。2日間を通してディベートの質が、前回埼玉で行った時、あるいは今回実は移民論題で行って、移民論題も2度目になるんですけど、過去に移民論題をやった時、あるいは過去に埼玉で大会をやった時に比べてどれだけのレベルが上がったのかっていうのを考えると、もう正直驚きを持ちます。で、決勝戦も含めてね、非常に多くの情報が短時間で処理できる、でしかも非常にいろんな意味で情報っていうのを単に鵜呑みにしないで、それを批判的に捉える、そういった形での実用的な英語っていうのを発揮した大会になりつつあるな。単純に英語っていうのをね、ペラペラと喋るっていうことが英語の本当の目標だっていうよりは、それを実際の生活で生かしていく、その際に必要なことはいろいろとあると思いますが、例えば仕事であるとか科学であるとか、そういったところなんかではますます例えば事実なんかを交えながら、それに対して質問を出しながら、あるいは答えながら、そういったことを英語で行える能力が非常に重要になってくる、そういう教育っていうのに徐々に日本もねシフトしつつありますけれど、その最先端を行っているのが多分今日集まった64校の生徒さんなんだろうなと、そう思わされた大会です。
population, the number of consumers is also decreasing as the population decreases. Government is introducing AI and robots in the field. This is social security of Japanese. Thank you. 第13回全国高校生英語ディベート大会参加校募集。世界行くぞ。来たれチャレンジャーたちよ。